どうも、達也です。まずはゆっくり深呼吸から。どうも、達也です。どうですか？皆さん、ちょっとずつね、元気になってきているかなと思います。さて、今はね、熱海にいるんですけども、見えますか？この、綺麗な海。見えますか？はい。ね、いろんなこう、船があったりと。すごいですね。こっちにはもう山があって、城があってと。本当にいろいろありますね。はい。で、ね、今回のお話なんですけども、不安を消そうとするよりも、習慣が作り出してるね、不安に気づいていこうっていう、そういうね、お話をしようかと思います。で、習慣が作り出してる不安っていうのは、皆さんの日常生活ね、まあ僕もそうですけど、自分たちの生活習慣の中に不安を生み出すような、要素っていうのがあるっていうことが考えられるんですよね。自分たちの、生活習慣ね。で、その中で毎日毎日同じような生活を送っているのであれば、やっぱり同じ生活を送っているから、同じところで、同じような不安に悩まされるっていうことがこう発生してしまうじゃないですか。なので、一旦、その、自分の生活習慣をこう見直してみるっていうのね、そういったところをね、大事にしてもらえたらなと思います。はい。そういうふうに、なんて言えばいいですかね。自分の生活の中で、違うな。日常生活を送ってて、あ、不安だなと思ったら、ちょっとね、身の回りとか、今何してるかなとか、今どこでどういうことしてるのかな、それはスマホで何か見てるかなとか、何かぼーっとして将来のこと考えてるかなとか、そういう今自分がやってることに再度注意を向けてみて、で、あ、なるほどと、自分の不安っていうのはこういうところから生まれてきてるんだなっていうことを認識してほしいんですよね。そしたらね、そしたら自分の不安を作り出さないような、作り出しづらいような生活習慣をちょっとずつ、自分で作っていく、っていうことをね、やってみてほしいんですよね。それはどうですか皆さん、その、皆さんが起きて、朝起きて、で、何かして、朝ごはん食べるかもしれないし、コーヒー飲むかもしれないし、新聞を読んでるかもしれないし、で、その後に、何かして、お昼何かして、何してますかと。その時に何食べてますか、何してますか、何いじってますか、どういうとこにいますかっていうことをまたこう遡ってみて、でその後にまた夕方何してますか、夜何してますか、いつどこで何をしてますかっていうことをこうちょっと振り返ってみたりする。で夜寝る前、どういうことをしてるか、そういうふうにちょっとずつちょっとずつ自分の生活っていうのをちょっとずつ、洗い出すというか、その生活習慣の中で自分が、不安を作り出してしまっているのであれば、その時にね、不安を作り出してしまう習慣から、ね、もうちょっとより良い自分のメンタルを整えられるようなね、習慣にちょっとずつ変更していけば、変更しただけでも不安っていうのはやっぱり減っていくと思うんですよね。減っていくということが考えられるんですよね。なぜならばそのことをしてないから。ね、すごいですね。浜焼き。はい。ね、本当、まあ間違いなく美味しいでしょうと。で、今ここね、熱海ですけど、やっぱ熱海にいると、熱海にいるなりの自分の心の状態というか体の状態になりますよね。レンタルボートありますと。はい。あれロープウェイ乗ってね、上行けるらしいので、また後で。チャレンジしてみようかなと思います。ね、今こう、カラスか何かが鳴いてましたけども、すごいそれで、イライラしてしまうのであれば、カラスとかがいないところに行けば、カラスからのイライラっていうのはやっぱりこう、減るわけですよね。船か。ね、こういう音が嫌なのであれば、それが発生しえないところに行けば、やっぱりちょっとストレスが、減りますよね。まあ今のは極端な例ですけど、うん、そういうふうに自分が何かこう、スマホを見てていろんな情報に触れて、その情報に触れることで
不安が増えているのであれば、やっぱりそれが起こり得ないようにスマホを見ないという、スマホを見ない時間を作るとかね、そういうのもいいだろうし、ね、家の中にいてそれがあまり良くなさそうなのであれば、家の外に行ってみる。僕みたいにたくさん歩くということをやってみる。そしたら歩いたなりに、運動して、元気になっていくかもしれませんね。はい。っていうふうにね、この自分の生活の中でどんな生活を送っているのかっていうことを知るということが、自分のストレスや不安を軽減したりするのに役立っていきますので、不安そのものを解決しようとする一歩前に、どこでそれが、生み出されてしまっているのか、どこでそういう不安っていうのが自分の中で、できているのかっていうことを自分で深掘ってみて、考えてみるっていうことをね、やってみてくださいね。お、ちょうどね、何かこう船が来ましたね。見えますかね。はい、ね、すごいね、やっぱりこう顔が近い、顔が近いですね。こうね、海の近くにいるだけでなんだか気持ちが、リラックスしたりね、すぐそこには緑の山があって、で空にはいろんなね鳥が飛んでたりして、すごくすごく癒されておりますね。でもこういうことを味わうためには、やっぱり自分で、行動して場所を移動しないといけないわけですね。場所を移動しないといけない。薬はまずいらしい。すいません。あ、ごめんなさい。ね、ちょっと危ないらしいので下がりましたね。こうやって何でしょうね、場所を移動することで気持ちが、移動できたりとかするので、皆さんもね、本当にいろんな場所に行ってほしいし、あ、ここだったら自分生きていきやすいなってとこも探してみてほしいんですよね。すごい船来ましたね。見えますか。おお。すごい。回転してますね。ね。音もすごいし。おお。いろんな人が乗ってますね。で、島にね、行けるっぽいですね、島。初島っていうのかな、に向けて行く船のようですね。こんな、海辺に住んでないとね、こういう漁港に来ることもないだろうし、カモメに会うこともなかなかないだろうし、こういう海の匂いもそうですけど、こういうに、この海の匂いが好きだと思ったら、海の近くに住んでみたり、海の方に旅行に行ってみたりってことをね、やってみてほしいですね。まさにこれが生活習慣、ね、海の近くにいる時の生活習慣で自分がリラックスできるっていうのであれば、それを目指してみるって、とても大事なことかなと思います。おお、はい、なびいております。魚もいますし、さて、もうちょっと歩きましょうかね。ということでね、その自分の、不安そのものを解決しようとするよりもね、まずは、生活習慣、その不安はどこで生まれているのかっていうことを見直してみて、で、その不安が発生してしまうループ、毎日毎日ね、同じサイクルで生活しているのであれば、間違いなく、同じような不安っていうのがこう生まれてくると思います。なので、それが生まれないような生活習慣を自分で作っていく、自分で調整していく、それであればね、自分自身でいろいろこう調整できると思いますので、そういう風にね、やってみてほしいなと思いました。はい、結構いろんな、ね、船があったり、カモメがいたり、魚が泳いでたり、海の音があったり、いろんなものがあって、すごく楽しいですね。
だからね。ではね、一旦、このお話はここで終了しようかなと思います。ね、生活習慣をね、見直して、生活の中で生まれてくる不安っていうのを自分で、なくしていく、外していく、そういうことをやってみてくださいね。では、お別れする前に呼吸法をね、深呼吸をね、3回だけやって、お別れしようかなと、5回にしましょうか。5回だけやって、お別れしようかなと思います。やり方はとても簡単で、鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く吐く、これを繰り返します。いきますよ。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く吐きます。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。もう一度、鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。おまけにもう一度サービスですよって、鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。やった分だけ、ストレスが軽減したと思います。不安が軽減したと思います。こうやって呼吸法を入れることだけでも自分の生活習慣の中で不安を軽減する習慣を、ね、組み込めるので、ぜひぜひ、真似してみて、そして、実践してみてもらいたいなと思います。ではまたこの場所でお会いしましょう。またね、ちょっとずつね、良くなると思います。大丈夫です。